はい皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日の動画なんですが、えっ、ー、と、昨日あげました、えっ、ー、と、プロスピフェスタの、えー、リベンジ編をやっていきたいと思います。で、今が2月4日、えー、火曜日ですね、の、えっ、ー、と、朝の10時半ぐらいになると思います。で、えっ、ー、と、あれからまた500チケットを貯めましたので、えっ、ー、と、100回ですね、回して S ランク契約書を目指してやっていきたいと思います。で、今日この後ね、また、えっ、ー、と、3時ぐらいからおそらく、 あの告知があってました無料ガチャとかが来るのでまあ、そっちも、えー、とまた動画を別で上げていきたいなと思いますで全国大会ね結構昨日20試合ぐらいかな15ぐらいかな何試合だったかな大体そのぐらいやったんですけどやっぱあの1イニングで結構試合が決まっちゃうんでこれボーダーが結構上がりそうですねまあ、僕が今ちょうど11勝5敗でレートが5645で2万位なんで うーんすごい。いつもの大会よりは全然レートが上がっていくあれ、あのー、ボーダーのレートが上がっていくんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じですね。すみません、今ちらっとちょっと見えてしまいましたけど。はい、ということでやっていきましょうかね。うーん、まあね、昨日520枚ぐらいやったんですけど、A ランク契約書すら出ずというところで、ちょっとね、悲しい結果になったんで、まあ、ここからちょっとね、あのー、もうね、 本気出してて頑張っいいいきたいと思いますじゃあ、早速、やっていきましょうかね。はい。じゃあ、すいません。お待たせしました。今からやっていきます。じゃあ、いきます。はい。お願いします。電波悪いんですよね。<laughs> うーん。嘘。そんなに悪い。昨日も言ったように、大体、自操作で僕やってるんですけど、 おおチャンスタイム来た。地操作だと、まあ、マックス6枚まではもらえるんで、なので、えっと、まあ、2回二回ね、1エナジーが出、おお超チャンスタイム来ました。2回二回エナジーがね、取れればいいんですけど、えーまあ、ちょっと厳しいかな。さあ、超チャンスタイムで、来るのか。おっと、じらしていきますね。おおじらすね。もう S ランク出ちゃいなよ。 出ちゃいなよ。起きた。おお、!A ランク契約書が1枚手に入りました。ここで570枚目ぐらいですね。A ランクも嬉しいですね。やっぱりあの、V ロード回ってると、もう育成がマジであの進みすぎちゃって、O B ランク。進みすぎちゃって、なかなかね、やっぱり A ランク、B ランクが足りなくなってきちゃうんですよね。なので、できるだけ欲しいですね。契約書系が。 もう実質、おお、チャンスタイム、2回目です。ああ、B ランク。これで B ランク2枚目。エナジーですね。実際ね、スカウトとかもね、まあ、あエナジーねそう。このぐらいのペースでエナジーが出れば、赤字はないんですよ。まあ、それプラス、まあ、V ロードのあの報酬とかで、大体まあ、15エナジーぐらい平均ぐらいもらえるんで、 まあそれ考えるとね、まあ、そんなに痛でもなくて、なおかつ育成も進んでっていうね、いいイベントですね、この時期には。本当育成される方とかは、ね、V ロードどんどん回って。V ロードもね、あの節目節目に、あのー、ありますからね、エナジーもらえるタイミングとかが。なので、えっ、ー、と、まあ、全然、うん、エナジーに余裕ある人とかは、分回ってる方も結構いると思うんですけど。 S, S ランクが出たとかね、なかなかやっぱ効かないですよね。おー、チャンスタイム。B ランク出た後にチャンスタイム。いいっすね。もう一回、蝶が、あー。もう一回、蝶が来れば、チャンスあるかな。おー、いいね。こういうタイミングで、おー、3連続エナジー。<laughs> すいません。おー。あいや3連続でポポポンとかエナジーが来るとね。 テンンション上がりますよね、まあ、実際コインとかねやっぱりもう足りなくなってくるんで全然嬉しいんですよねスカウトポイントもあのあれがあるしねあの結構あの来るじゃないですか前僕も動画上げてあげてるんですけどあのあのね C ランク以上確定のやつああいう時とかに結構あったら助かるんで、まあ、こういうイベントでね増えとかないとたまっていかないんでなかなか V ロードー手動でやるとかね まあこういう機会にね、ぜひぜひ溜まっていくので勝手に嬉しいですよね。起きた !2 回目の超チャンスタイムです。なかなか粘りましたね。S ランク出ていいんですけどね。さっきは A ランクでした。さあ次は次はおっと、またじらしてきます。これは先ほどと同じパターンです。ちょっと期待していいですかね。起きたあー、B ランク。なぜ おおいいっすねエナジーうーんなかなか厳しいんかなーおおいいっすねこうやってエナジーがポンポン出るとまた次もねやりたくなっちゃいますよねやっぱりおおであのあれ皆さんねやってない人はやった方がいいですよこのタイミングであのチャレンジカップのやつ 今、チーム魂のやつが来てるんで、なかなか始めたばっかりの人とかはちょっとね、参加条件が厳しいんですけど、まあ、それでもね、やっぱりこのタイミングだと、あの、同じように、V ロードとか試練とかと同じように、あの、ちゃんと、あの、副筆券もらえるんで、ぜひぜひ、このタイミングにやっとくことをお勧めします。もうね、やっちゃったっていう人もいるかもしれないですけどね、ちょっと1日経ってるんで、月曜日、火曜日からの、あ違う違う、月曜日、 の3時からね、またカップ始まってるんで、もしすぐやられたとかだったらね、もうすでに消化してる方とかもいるかもしれないですけど、ほとんどの人がやってないんじゃないかなと思うので、そういうところも忘れずにやっておくといいと思います。おっと。チャンスタイムすら来ないですね。おーい、おーい。あー、来た。来たけど、もう一回超行ってほしいよね。 ああ、出た。ああ、B ランクか。いや、S ランク欲しいっすね。まあ、今日、どうせ確定の、あの、無料ガチャ来るんですけど。いや、それでも欲しいよね。やっぱ、夢を見たいっすよね。こういう、やつでね。うん、金色の玉が、出てこないですね。まあ、1000ぐらいじゃ、ちょっと厳しいのかな。 おー B ランクうーん来ないですねエナジーよもう一回ぐらい見せ場作りたいねチャンスタイムの見せ場を攻めておーいいっすねエナジーの排出がおおこんぐらいボンボン出てくれればね最高コインとエナジーしか出ないっすね おぉ、スカウト B が出てきた。おぉ、エナジー。おぉ、チャンスタイム入らんかな入んないですね。ああと一回。あー、終了 <laughs> !1020 枚でも出ません。まあ、一応エランク契約書が1枚出ましたよっていうところで <laughs>。まあまあいいんすけどね。全然。育成とかが進むんで。まあもう、正直言っておまけみたいなもんだね、で、こっちは。 でもねー、ああ、ちょっと減ったかな。二百248か。ちょっと減ったね。で、僕が、だいたい V ロード、うん、どんぐらいかな。3週、うんと、三週半ぐらいか。3週半とチャレンジカップ、15試合あるうちの全部ストレートで消化してなんで、まあ、だいたい3週分ぐ、うん ?4 週分ぐらいか。多分、あれは溜まってると思います。あのー、 福備県はね、なんでまあ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 そんなもんでしょうでもそれでもね全然エナジーは増えてる方なんでまあまあまだいいでしょうまあこっからはねちょっと赤字になっていくと思うんでまあちょっとやるかやらないかはちょっとどうしようかなって思うところですけどうんまあそんなもんでしょうそんな甘くないですよ1000枚だったら、まあ、200か200200 200 回ししててきて A ランク1枚まあ厳しいですね最後ちょっと開封しましょうかゴールド契約書1枚だけ言っときましょうすいませんねなかなか見せ場作れなくてここでね出れば見せ場が作れるんですけどまあそんな甘くないんですよね最近前ね結構本当調子乗ってた時はこういうので S ランクポンとか引いたりし A ランクポンって引いたりしてたんですけどまあ仕方ないでしょう、まあ、一応 A ランクも回しとくか ここはね、突破できるやつが来れば最高っす。おー、和田選手、オッケー。和田さんもね、追加されましたし、えー、っとね、欲しいんですよね。もう、多分これで5枚目ぐらいかな。4枚目かな、まだ。まあまあ、そこはいいとして。タイムスリップも来ましたしね。あ四4枚目かな、多分。まあまあ、いいでしょう。 というところで、一旦ここで、えっ、ー、と、リベンジ動画終わりたいと思います。また出すかもしんないです。で、もう一枚、あ、もう一回今日また新しい動画出すと思うんで、そちらの方もよろしくお願いします。で、全国大会もね、えっ、ー、と、ぜひぜひ、まあ、ある程度のところまで行けるようになんとか頑張りたいと思いますので、えっ、ー、と、また期待しててください。はい。ということで、今日は、えっ、ー、と、プロスピフェスタの500枚消化と、まあ、あとちょっとチケットね、ちょっと余ま あの出た分 A ランク役所ぐらいだったんですけど、まあ、開封してみましたというところで今日の動画終わりたいと思いますでまた次の動画もご視聴よろしくお願いしますで一旦ここであの動画切りたいと思いますご視聴ありがとうございましたでは失礼します